デビルフィッシュはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は糸巻エや南方の暖かい海に生息するいくつかの巨大な糖則類にちなむ。被害の記録が称号しないが特攻機に突入された潜水艦として記録されている。オニトマキエイトイト糸巻エデビルフィッシュは1942年3月31日に ペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・アンド、サンズ社で寄港された。当時アメリカ海軍では、潜水艦の大量建造に対応するため全球の下等級潜水艦では、従来の潜水艦建造所である、エレクトリック・ボート社とポーツマス、メアアイランドの両海軍造船所に加え、潜水艦の建造が全くなかった。 マニトワック造船を新しい潜水艦建造所に指定して大量建造に対応してきた。バラオ級ではさらに建造数が増えることが明らかだったためさらに別の潜水艦建造所としてクランプ社を指定した。しかし、クランプ社の建造技術が未熟だった成果後期は長引き、FW f の夫人によって浸水したのは1年に。 か月後の1943年5月30日のことであった。その後も建造はスローペースで進み、浸水から1年4ヶ月後の1944年9月1日、エドワード・クラーク・ステファン・少佐の指揮下要約収益した。10月18日から11月2日までの間、フロリダ州、キーウエストで、艦隊音響学校の訓練プログラムに従事した後、 太平洋に開港され、12月2日に、新珠湾に到着した。12月31日、デビルフィッシュは、最初の紹介で、紀伊水道、文後水道及び四国沖に向かった。1945年1月12日から15日まで、給油のために、サイパン島に寄港した後、紹介海,海域に向かった。この紹介では、日本本土を空襲する、 B-29 パイロットのための救助官としての任務も与えられた。2月13日、デビルフィッシュは41日間の行動を終えて、グワムアプラ港に帰港。艦長がステファン、S ・エスマン・ジュニアに変わった。3月15日、デビルフィッシュは2回目の紹介で、相模湾方面に向かった。3月16日にサイパン島に帰港した後、 紹介海,海域に向けて北上した。3月20日、デビルフィッシュは、小笠原諸島近海を北上中だった。16時45分、デビルフィッシュのレーダーは、後方からやってくる早い目標を探知し、ほどなくして、雲の切れ間から、航空機が向かってくるのを確認した。その航空機は、ハッピーかジーク、すなわち冷戦と判断された。デビルフィッシュは、 直ちに急速先行に入ったが、15メートルの震度になったところで艦にそう近くない位置から爆弾が爆発するような音が聞こえた。その直後、デビルフィッシュの艦内に海水が入り込んできたので、緊急浮上して調査を行ったところ、マストを完全に破壊される重大な損傷を被ったことが分かった。また、甲板にはジュラルミン製の翼の一部が乗っかっていた。 デビルフィッシュは紹介を中止し3月24日にサイパン島に寄港。4月6日、デビルフィッシュは21日間の行動を終えて真珠湾に帰島し修理に入った。デビルフィッシュとぶつかった冷戦が特攻機かどうかは定かではない。日本側の記録ではこの日に出撃した特攻隊は 国部から出撃した菊水水星隊17機とカノヤ、大分から出撃した菊水銀河隊3機であり、いずれも四国沖に出現した第58任務部隊に対する攻撃であった。したがって、この冷戦が初めから特攻攻撃を機として飛来したものかどうかは不明であり、急降下攻撃の末に偶然衝突した可能性もあるが、現時点では、 この冷戦の正体は不明である。ともかく、帰島後にデビルフィッシュの満艦長は、特攻機を一機撃墜したとして、潜水艦戦闘機賞の授与を申請し、潜水艦部隊司令官のチャールズ・エイロック・ウッド、中将も、これを受理して、デビルフィッシュに潜水艦戦闘機賞を授与した。潜水艦部隊指揮官は、この方法で特攻機を撃破することを勧告しない。 という正しがきを添えて、5月20日、デビルフィッシュは3回目の紹介で、本州海域に向かった。沖縄戦で撃墜されたパイロットの救助任務の、傍ら、文後水道方面を中心に紹介する一方、6月16日に潜水艦を発見して、魚雷を発射し、6月26日に護衛艦と、交戦したが、いずれも撃沈には至らなかった。 7月7日、デビルフィッシュは47日間の行動を終えて、アプラ港に帰島した。8月2日、デビルフィッシュは4回目の紹介で、小笠原諸島を経て、本州海域に向かった。この紹介では、第38任務部隊に対する支援が主な任務であった。8月10日、デビルフィッシュは、鳥島を艦砲射撃した。その5日後終戦となり、 デビルフィッシュは帰国の音につく。戦闘停止の翌8月16日、デビルフィッシュはミッドウェイ島に進路を向けた。8月22日、デビルフィッシュは20日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島。その後、サンフランシスコに向けて帰国の音についた。和風の魚雷が命中し爆発するデビルフィッシュ、1968年。 第二次世界大戦終了後、デビルフィッシュは1946年9月30日、大役市太平洋予備役艦隊に編入された。その後艦種を、実験潜水艦アグス -292 に変更して、最終液、1967年3月1日最終的に除籍され、1968年8月14日、サンフランシスコ沖で、 標的艦として和風の魚雷によって怪没処分された。デビルフィッシュは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。デビルフィッシュの言った紹介は2回目が成功とみなされた。ありがとうございます。